つ目こちらです。じゃんじゃん、言葉じゃないコミュニケーション、はい、ということで、はい、あのタップのどういうところが好きっていうふうに聞いてたんです。はい、どうですか。そうですね、タップは魅力、タップの魅力ですね。いろんな人とこうコミュニケーションが言葉じゃないところでできるっていうのがすごい魅力なんですけど、タップを始めたきっかけが、ニューヨークにそのダンス留学として行った時はまだタップをしてなかったんですよね。それで向こうに行って、まあいろんなレベルの高いダンサーに出会って、はい、わーってなって、私もいろんな基礎を固めなきゃなと思って、それでアフリカンダンスだったりバレエだったりで、その中でタップダンスを始めた中で一つタップがあって、それですごい音がまず好きで、良い悪いがすごくよくわかるっていうか、それで、あ、タップって面白いなって思って、まあ、それで留学期間が終わって日本に戻ってくるんですけども、日本に戻ってきて、あの一番最初に見たタップダンスのショーが、師匠になる浦上裕二、浦上裕二さん検索してみてくださいあのスジタップさんでも出ます。あのローマ字でスジでも出ます。で彼のライブをその帰国して2日目だか3日目だかに見たんですよね。その彼のライブがすごく衝撃的で、タップとビリンバウという、ビリンバウというビリンバウ、ビリンバウという楽器の、楽器、はあはあはあ、のライブだったんですけども、のビリンバウっていうのがこう弦がこう長い弦があって、下に玉みたいなのがあって、でこうなんて言うんですよ、弓を鳴らす、指で鳴らすみたいな、ビン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 って感じで、ね、モイン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 みたいな感じの音が出るんですよ。でそれとタップとこうコラボレーションしてたんですけど、それがもう迫力もあるし、もう言葉同士のせめぎ合いみたいな、なんかかもう本当にコミュニケーションしてるような感じだったり、なんか似合ってしちゃうような感じ、似合ってしちゃう感じだいぶ、だけど私タップって言ったらコーラスラインじゃないけど、もっと分かりやすいね、テンポのいいリズミカルな曲にメロディーに合わせて、タッタカ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 タッタカタカタカタっていくようなイメージがあるんですけどそのボヨヨンボヨヨンでねそれにタカタカタカってやるのがいい感じ、すごい感じだったんですよでもなんか、なかなか多分世界でも、なんかこうレアなライブだったと思うんですよ、今考えれば、今考えてもレアな、でもその野生感っていうか、もう言葉感、なん土臭さというか、そういうのがなんかとっても惚れ込んでしまいまして、でも私がやりたいことはこれだったんだと思って、なるほど、まるでこうコミュニケーション取ってるかのように、そうですね、それがもうやりたいと思って、次の日ちょうどその浦上裕二さんのタップダンスワークショップがありまして、はい、それもこう行って、昨日いました。ああ、ジェイクユーハンドして素敵でしたみたいな。そうですね、ニューヨークでも、ニューヨークでも見たんだってね。ニューヨークでも見ました。そう、ちょうど彼がヤコさんっていうとタイ語の方と、ストリートをしてた時があって、それをまたちょうど見に行ってたことがあって、その時は彼だっていうのを知らなかったんですけど、映像で撮ってて、で日本帰ってきてそのショーの後見たら、あれこれスジさんかなと思って、縁がありますね、やっぱり、やっぱりそれで、始めましたね。その本当にタップを、まあ、ダンスというよりは言葉のように扱う師匠と出会い、そうです、ね、私がやりたかったのはこれだ思ったんだよね。そうですね、そうやってもタップの世界に入りまして、今タップ歴どれぐらいですか。タップはその留学した時に始めたのが20歳で、8年間8年間バレちゃった、バレちゃった全然全然もう可愛い。札幌歴がどれぐらいですか。札幌歴が6年間ですね、はい、6年間。札幌タップダンサー歴が6年ということになりました。珍しいよね、あんまり合わないでしょ。そうですね、札幌ではあんまり合わないですね。さあ札幌ではどんな活動しているのというところも含めて3つ目のキーワードで伺ってまいります。3つ目こちらになります。じゃん。